はじめに示した到達目標を思い出して、それぞれの目標課題について回答してください。これで研究活動の準備は終了です。いよいよ皆さん自身が自分の興味ある現象を詳しく調べる番です。ぜひ楽しんでくださいね。皆さんの研究発表を聞ける日が楽しみです。今後の参考となりそうな文献をいくつか紹介して終わりにします。ありがとうございました。